願い。クポン。クポクポン。さあ。この鍵はどこの扉のだ。遺跡の中には気配はないのクポン。山の方で時空の乱れを感じたクポン。
りか？もう終わりか？
ならないな。
未来は変えられるよね。俺たちが変える。それぞれの故郷に笑顔で帰るんだ。お姉ちゃん、ホープ君のおかげでやっと光が見えたよ。パラドクスを解決することが未来を救うことなんだよね。ホープ君も私たちもやり方は違うけど、目標は同じ。未来の空を、コクーンを守る。そうすればきっとお姉ちゃんに会える。信じてる。ユル。ここってどこ？ハズレクポ？パラドクスを解消しないとこの場所は目覚めないのかな。先へ進むゲートもないみたいだ。ヒストリアクロスに戻るクポ？そうだね。他の場所を探してみよう。クポ。ここはバルハラじゃない。
似てるけど別物だよな。ここはゲートとゲートを結ぶ空間、時の狭間クポ。ひょっとして道に迷った？女神の伝説っていうのがあって。え？ハンターが代々語り継ぐクリスタルの神話。苦しい時この言葉が支えになった。どんな言葉？女神エトロは絶対に諦めない者に扉を開く。それ神話っていうか、いわゆる人生の教えって感じだけど。同感だけど、不安で潰れそうな時はシンプルな言葉が一番効くんだ。ゲートを越えるごとにライトニングに近づけるって信じることにしよう、今から。うん、そうだね。不思議な世界だね。ここはバルハラとどう違うの？時の狭間はバルハラの影クポ、ゲートの入り口と出口をつなげてる空間クポ。調べてみるか。よっ。
が語る時の記憶。オルバ教から帰還したセラトの アカデミーはグランパルスに情報拠点アガスティアタワーを築いた。タワー内部には巨大な人工知能が設置された。そして数百年後、タワーに構築されたネットワークの防壁が突如として破られる。驚くべきことに、ネットワークは未来の世界から攻撃されている。生きる者が共存する道はない。異なる時を旅する者は歴史に矛盾をばらまくだろう。
それはやがて世界を壊す歪みとなる。彼らを分析する必要がある。彼らの存在そのものがあるべき歴史を狂わせるパラドックスではないだろうか。機械は得意じゃないんだよな。どういう状況なんだ。この施設を管理するシステムが外部から侵入されたの。どこかの誰かがネットワークを通じて施設全体を制圧してる。要するに悪い奴が忍び込んでこの塔を乗っ取ったと。じゃあ犯人を捕まえれば済むな。セキュリティシステムが変更されて警備兵も近づけないみたい。しかも犯人はここにいないんだよ。犯人はこの時代のどこにもいない。時を超えた未来からアクセスしてる。未来からの干渉か。俺たちにしか解決できないパラドックスだな。スイッチに触ってみようか。未来のやつが妨害してるせいでこんな具合になってるのか。当たれ。Thank you.
もう終わりか？いつも元気な看板。どうも、おおきに。まだだな、もう少しだ。よし、ぴったりだな。One.